いやー、これ入ってるよね。入ってる。びっくりした。音声ツールが使えなくて、シャワー浴びてたんだよね。で、シャワー浴びて戻ってきたら、音声ツールが使えなくなってて、配信できないなって思って、びっくりしたね。ちょっと、まだ俺、乾いてないから、一旦乾かしてくるね。いやー、乾いた乾いた。と思うじゃん。乾いただけなんだよね。ドライヤーをね、軽くドライヤーかけてきた。どうも、二次三次所属、バーチャルライバーの黛海。どうぞよろしく。ほんとだ。顔上に、口上についてる。ああ、ほんとだ。こうやって見ると、わかるね。いやー、でも落とし子も大概だな。だって、切り落とされてるもんね、この首の感じ。これ。わかる？ここ。あ、ごめんごめんごめん。っていうか、目そこなんだ。耳かと思った場所、それ目なんだ。普段じゃあ見えてないってこと？トーストカレー。2種類の炭水化物で嫌でも満腹になれる。まさに素人料理。だってカレーにトーストぶち込んでるだけじゃん。それ言い出したら、でもパスタカレーもそうでしょ。カレーライスとカレーパスタを一気に楽しめる一皿。いやいやいや。めちゃくちゃ欲張りっすが、物欲しそうにこっち見てる。手あげてる。俺にも俺にもみたいな。インターネットつないでみよう。誰かがどっかに集まってるかもしれない。レトルトバーグ。そんな食材もらえるようになったんだ。もう水に浮いてる人も見れる。3日前に拾ったパスタ。まあ3日前なら大丈夫でしょう。パスタぐらいなら。野菜パック。野菜パック3日前は、結構やばいな。結構危ないラインだね。これ、巨大マックス、役で？ EV の手助け、こっちに働いてくんないかな。全然減らない。しかも、やけど負ってる。何してくれてんの？やけど負ってる。みんなやけど。あ、砂嵐で倒れちゃった。コイキングが倒れたの、痛いな。ここでバリア展開だよね、多分。バリア5枚ぐらいありそう。3枚。3枚だったらまだ。トグロを巻く。トグロ巻いてる、それ。蛇腹を折りたたむじゃない。あ、ダメか。これダメだね。お、ヌオーだ。よし。削れないな。トゲピー。トゲティが消し炭にされる。ドレインキス体力吸い取れてる、それ本当に。トゲピー。濁流厄介だな。大ストリーム。誰当てだろう。ああ、イーブイ。まあまあまあ。あ、イーブやられるときびっくりする。急に喋るからびっくりする。濁流やめよう。俺以外誰もいなくなった。トゲピーもう下手に出してほしくないんだけど。
もう俺とヌオーの一対一でやらせてくれない？この大草原がどれぐらい通るかだね。めっちゃ通るじゃん。めっちゃここに並んでる人が消えた。野菜パック3日前の野菜パックまたもらっちゃった。早めに消化しないと。ここにめちゃくちゃ人来る。俺ここに立ってちょっと動きながら A ボタン連打してるだけでいろんな食材手に入る。こうやってるだけで。ちょっと、あ、ちょっと離れたとこに出てくるようになってるんだ。ずーっと靴ひもが俺のこのおもちゃに連動するかのごとく左右に揺れ動いてる。行きたい場所があるんだろうな。あ、ホップだ。誰？何が起きたか知ってるのか。ダンデさんは？兄貴なんだよ。シュゴって音がしたろ。赤い光が湧いてきてさ、近くにいた野生のポケモンがなんとダイマックスしたんだよ。嘘、パワースポットじゃん。じゃあここニュースを見てみよう。ニュースって概念あるんだ。あ、トレーナーいる。 B ボタンを押したら驚くんだ。驚いて進化やめてたんだね、あれ。じゃあ驚いてる、何、主人公を驚かせてるのに、あれ進化が止まったぞみたいな。なんかポケモンが進化しようとした時においって思いっきり言って、すいませんみたいな感じにポケモンがなった瞬間に、あれ進化やめちゃったんだ。あ、ついにラストジムバトル。なんか勢ぞろいだね。あ、誰？すがダンデ君とパートナーのリザードン。ダイマックスポケモンも一瞬で沈めたそうね。俺は無敵のチャンピオンだ。おごりすぎでしょ。それより何が起きたんだ。パワースポット以外でポケモンがダイマックスしちゃったんだよ。それを予測するのも優れた研究家ですよ。久々に出てきたね。その杖何？改めて見るとその杖何？杖浮いてない？委員長に呼び出されてね。ダイマックスの因果関係をあれこれ聞かれたのですよ。俺たちにもできることあるかな？あるよ、手伝う。何かとは言わないけど、とりあえず、まあ、手伝うことはできるんじゃない？君らの気持ちはありがたく受け取るぜ。でもなぁだ。でもなぁ、ここは大人に任せて、お前たちはチャンピオンを目指せ、みたいな。だが俺の願いは最高の決勝戦なんだ。俺が未来を守るからジムチャレンジを勝ち上がってくれ。なんか基本的にこの、なんていうか、大人たちは大人たちでなんかやってて、子供はそれに関わらずひたすらジムチャレンジを進めるみたいな、そういうのが多いよね、全体通して。俺たちも混ぜてよって思うね。まあ確かになんか、ゲームとしては俺たちも混ぜてよって思うけど、大人としては、まあ確かに大人だよね。おい、最後のジムだぞ。お前が？こいつが？お客さんを運ぶたびに感じるアーマーガーのたくましさ。鼻が高くなります。この辺りになんか寒冷地帯でも頑張る職業の人たちみたいな。デスストランディングやってるよね、この辺りの人たち。近づいてタップダンス見せつけに来るだけなんだ。バリアード、ほら、住んでやがって。危な、新しい人だ。よく見つけてくるね。どうしよう、戦いたくないのに。いや、俺もだいぶ戦いたくないところ通ったよ。だいぶ戦いたくないところ通ったのを、お前がわざわざ見つけてきて勝負を挑んできたんだよ。自覚して。あ、久々に見たね、この二人。あ、なんか、俺が操作せずとも、こうやって、アップになったり、アップになったり戻ったり、アップになったり戻ったりを繰り返してる。